はい、こんにちは、こんばんは。非モテ男の界隈では、ナンバーワンイケメンかっこイケオジのレイです。ていということで今回も始まりました。今回ね、話す内容は婚活中の方とこれから婚活始める方に向けての、参考アドバイスといいますか、本交際になるまでの中で自分が実際に体験して実践していることをお教えしようかと思いまして、参考になればというところで聞いていただけたらと思います。成婚するとか本交際から、そして仲をこうね、仲良くなって充実するっていうのは自分はできてないんで、そこは別の方のアドバイスを聞いていただいて、あくまでも成婚ではなくて本交際になるまでの道のりの中の一つのやり方というところで、実際自分はね、実績ありますからね、その本交際になった実績ありますんで、やっぱり年齢的に不利だし、その、ね、本交際になってない方もね、いっぱいいますんで、じゃあどうやって持ってってるのかという部分で、多分ね、気を使った配慮っていうのはね、ある程度やってる方はまた別として、これやられてない方は結構いるのかなというところで、気をつけていく点っていうのをね、教えたいと思います。自分がね、気をつけてやっていることというのは、まずね、店選びのやり方、ね、店選びのやり方、あとは店選びのそこの時間帯の選び方っていうのをね、非常に気を使ってます。やっぱりこのね、コロナウイルスのね、今ね、まだ騒ぎ収まってませんので、3密になることを避けるという部分で、まずこれ時間帯がね、重要になってくるんですね。そして店選びのやり方、もう一回見直してください。自分で勝手に選んでませんか？相手の女性の好みと嫌いなものを聞いて、自分で選ぶというのは誰でもやってることです。そこではないです。それを聞いて何件か、2件、3件ピックアップして、そのお店をね、でこれなんでかって言ったら、店選びで自分で勝手にやっていくと、失敗する場合ありますからね。こんな店選んだのセンスないわってなっちゃうんですよ。これ実はね、あるんですよ、実際に。だからお任せしますという言葉も出た場合ね、これも要注意です。恐怖の地獄のセリフですね。婚活女性特有 の地獄のセリフ、お任せします。でお任せって言ってる割には、必ず外せば文句を言われますし、嫌われますん でそういうのをなくすためにも、まず何件かピックアップして相手の方に選んでもらって、ここ大事になります。で選択肢を設けることによって楽しみにもつながるわけですね。楽しみを終えて、そして選んだことによって自分にも責任が生まれるというね、こちらから言う、また悪魔の選択みたいな形になりますんで、共同責任という形で追ってもらうということで、だから文句言えなくなるわけですよ。選んだのは自分だしなみたいになっちゃうんで、あとね、要注意なのが、特にマッチングアプリとオンライン婚活で、女性の方から店を指定してくる、ね、高い店とかね、それ気をつけてください。実際に飯目的の、女の人がいますんで、あとは店とグルになってて、高いね、高級なシャンパンバーとか連れてかれて5、6万持ってかれちゃう人も、実際にコメント欄いましたんで、そういう被害にあったよって報告がありましたんで、これ気をつけてください。あと寿司、回らない寿司に連れてかれる、これ俺やられましたんで、そういうのも注意してください。なるべくだったら、そのこちらで店と時間は必ずセットした方がいいです。その女性のなんか 店があって言うんだったら、そこへ自分から電話すると、ね、女性に任せないで自分で判断すると、そこで詐欺なのか詐欺じゃないのかっていうのも判断できますんで、それは置いといて、じゃあ時間帯と、店選びは分かってね、もうね、何件かを選んでピックアップしてもらうというね。で時間帯、これ重要なんですね。なんでかって言ったら、今コロナで3密になるわけじゃないですか。一番この昼時のゴールデンタイム、例えば12時ぐらいで、夕飯のゴールデンタイム7時ぐらい、っていうのがあるわけじゃないですか。人間ってみんななぜかこの時間に行きたがりますよね。そうじゃなくて、ランチだったら11時ぐらいから11時半のところで入ってしまう。そして注文するまでにやっぱ時間かかるし、食べるまで時間がありますよね。でそうすると12時ぐらい過ぎてからどんどん他の客が入ってくるんで、他のお客さんが来たら出るような、形を取ります。
3密危ないですからね。だから夕飯も7時ぐらいに混んでくると想定すれば、6時半とか6時15分にもう店入って、そしたら注文する時間もあるから、ちょうどいい頃、お腹減ってくる頃に食べられる状態になりますので、まあ、早めに時間を設定していくという部分ですね。ただこれだけじゃないんですよ。これだけじゃなくて、この後が大事なんです。あのカフェデートを最初からっていう方は別として、ランチ、夕飯、ディナーデート、どちらでもいいです。あのその後に必ずお茶誘ってください。場所変えてお茶飲みませんかということを言ってください。でこれなんで重要かっていうと、自分重要視してるんですけど、その日でもうそそくさと帰ろうとする人は脈ないですから、まず脈ありか脈なしかっていうのをこの時点で、現時点での女性の好感度を見てるわけです。来ない方っていうのはよっぽどのちゃんとしたね、用事、本当に、ね、親が病気とか家族が病気とかっていうことで、ほんまもんだったらまあしょうがないとして、普通の大体の断り文句でいくと、女性っていうのは多くの方を、多くの男を、要は婚活ですから、何人か天秤かけてるんですよ。必ず絶対かけてると思ってください。特にアプリとかオンラインなんかでやってる場合は、本当に 5,6 人軽くいるというふうに思ってください。オンラインやってない自分でも今回4人掛け持ちあったわけじゃないですか。でその中で勝ちね、なんとか勝ち抜けましたけども、だから勝ち抜けることが大事になってきますん でまずね、会ってもう興味ないってなったら次絶対言いませんから。お茶なんか とんでもないですよね。時間の無駄ですよね、女性からしたら。もう1秒たりともこんな人と一緒にいたくないっていうのが心情が働くわけですよ。であとはまあどんぐりの正比べなわけじゃないですか。だからどれもこれも今のところ同じ点数ですよ、50全部50点ですよみたいな時はあまり行かない。じゃあ行く時はどういうね、OK になった時はどういうことなのかというと、あなたにもうちょっと話を聞いてみたい、興味があるというね、単純には興味があると。あとは何人か会った中でもうズバ抜けて今来たと。だから最後の決勝戦、いきなりもうシードですよ、シード枠で決勝戦まで行ったっていう場合は、お茶誘っても OK になりますんで、これ全部自分が体験してる話です。でギリで OK する場合もあるんで、これ要注意です。これ結構言いました、ギリで OK。 ただね、次行った時にもう話が、だからそこを見極めっていうのは、話がその前のランチとディナーの状態よりも盛り上がったか、それと一緒かって、一緒だったらまだ可能性はあるんだけど、盛り上がったならもっと OK になります。でこれが盛り下がる、あまり会話が発展しなかった、テンションがちょっと下がり気味だなと、自分自身もちょっと違うなと思った時点でもうアウトです。向こうは NG になってますんで、またもう一回誘えたとしても多分ね、なかなかね、時間予定をねつけないようにしてきますん でなかなかこの次の約束が約束が取りづらい状況になったり、 LINE の反応のスピードが遅くなった時点でもうね、興味ないっていうことになってますので、絶対追わない方がいいです。自分はこれ体験なんです。追っても無駄になりますので、何人か追いましたけれども、あえてこれはそれが本当なのかっていう、この動画で言わんとしてることが本当なのかっていうのを検証するために実際に追ったところ、やっぱりダメだったと。じゃあ今回うまく行った女性の場合ってどうかって言ったら、 LINE の速度変わんないんですよ。もうちょっとこうなんていうかな、嬉しい言葉をね、今回何日か仕事頑張ればまた会えますねとか、そういうちょっと違うセリフが入ってくるんで、まあ、そうなったら締めたもので、また次トントンとこうデートを重ねていくと。でいや、まあコロナの時期だから1週間空くのはしょうがないと思う。毎週毎週会おうと思っても多分女性側が嫌だなっていうね、ちょっと会いたくないなっていう、コロナ怖いしなってなる場合があるんで、そこは組んであげてください。毎週行ったからいいってもんではないです。向こうの女性が逆にここ空いてますとかって言ってくれるんだったら、毎週会ってもいいです。今自分そういう状況になってます。この間会ってきて、次ね、わざとね予定入れなかったんですね。まあコロナもあるしね。でどう出るかなって言ったらすぐですよ。すぐにこの日会えるけどどうですかっていう、まあすぐに来ました。だから興味がある場合っていうのはどんどん来ますって。それをもう、ね、信じて、突き進んでいくという形で、まあ、あんまりね間延びさせない方がいいと思います。でなるべく、3回ぐらい会った時点で本交際とかの打診をしてみると、自分も今回そうですよね、そのぐらいでやってますんで、そして、実際 OK もらってますんで、でそこからはまた
個人の力になってきます。でそこから先はアドバイスできません。自分もここまで2回戦ボーイなのがあの関根山なんで、まずはそこのまずはでもね本校祭にならないことには話にならないんで、まずは1回戦みんなで突破しましょう。1回戦突破するためにはどういうことやってるのか、自分の場合はそういうこともやってるよという、そして、その店選びっていうのも基本的に大事っていうのと、あとは店行ってからあのドア開けてあげるとかね、重いドア多いです。こういうドア自動ドアだったら別にいいんだけど、あのこういう開けるドアだったら必ず開けてあげて先に入れてあげると、出るときもそうです。でお会計もスムーズにあの自分の方でご馳走してあげるとかね。でその場合あのトイレ、あ女性がトイレ行ってる間にあの払うっていうのも OK ですけど、トイレが早い女性まれにいますんで、その場合本当にねあのレジにいるところ見つかっちゃうんで、そうするとなんか慌てて荷物まとめて持ってこられちゃう場合があるんで、そこだけはちょっとね見極めがね難しいんで、もしかしたらやんない方がいいと思いますね。なんとなくこのマイペースな女性だったらトイレの時間もかかりそうなんで、そういう時は別にあの女性がトイレ行ってる間に会計を済ましてしまうっていうのもスマートなやり方かもしれません。あくまでこれは持論です。自分がやってただそれをやったところで文句言われたことはありませんので、逆にスマートに終わらせるっていうのはねスッキリしてるかもしれませんね。でそして、その後にあのカフェ誘う、そしてそのカフェのお金を払って、なんだろう、払おうとする女性っていうのはもしかしたらあの脈ありなのかもしれないけど、早く帰りたいから払うっていう場合もあるからね、あのそこだけは要注意して、例えばそれは持ってあげて、次回あの安いあの次は安いランチどっかでおごってくださいねとかね、カフェおごってくださいねぐらいに、次にあの次の約束の時におごってくださいっていうやり方をやるっていうのもちょっとこれね、自分やってます。でちゃんと覚えててやる方っていうのは脈ありです。今回の女性もそうです。あの今まで本校祭になった方も、大体これで次はね行った時はね必ず払ってくれますんで、律儀なそういう考え方の方っていうのは、まあ、金銭感覚もしっかりしてますよね。ね、まあ、相手に借りを作らないっていうね、変な義理がたい女性もいると思うんですけど、義理を返しただけだっていう方もいるんで、そこを注意してください。大体はでもそんなね、あんまりギスギスした方はね、いないと思いますんで、素直に、そしたら、素直に応じてください。女性の、真心ですから、真心は素直に受け取る。そして、次にまた美味しいお店で返してあげるという、怒ってあげて、返してあげるという、これのやり合いで、また一つつながっていきますんで、今までうまくいってない方もちょっとここだけ見直していただいて、心がけてみてください。それでこれから婚活する方も、あ、そういうことやってあげるんだみたいな一つの参考材料でね、あとは自分のやり方で一回やってみてうまくいかなかったらこの辺を取り入れてみるとかね、そういう試行錯誤っていうのがね、また本校祭になる身を結ぶ一つのね、やり方になりますので、あくまでも参考ですね、自己責任でやってみてください。それでは、皆さんごきげんよう。じゃあね。